ありがとうございます。どなたかいらっしゃいませんか。あ、これどうもご親切様にどうすいませんどうありがとうございます。あ、おいでなさいまし。あ、いい、どうありがとうございました。よし、してきますよ。お前乗って。ここの団子は名物だ。食べるかい。あら、なんだおめえか。礼言って損しちゃって。親父、団子二つだ。ただいま。いくら付きまとったってね、銭は出さねえよ。ほら、もう銭のこと諦めたんだ。どうだか分かれへんねえよ。しっかりしまっとかねえとな。嫌味なことをするね。こっちはみんな見えてんだから、どんな目に遭わせるか分かるしね。人を盗すとかなんかと思ってやる。そんなこと思ってるかよ。みんなてめえはね、もっと悪いよ。盗すよりもっとひどい事件じゃねえか。分かったよ、そんなこと。だからちょっとマシな人間になろうと思ってよ、俺らも頑張ってんだよ。だからおめえさんの後ずっとついてんじゃねえかい。かわいがってくれよな。そりゃまあ、おめえがそういうね、気持ちでいるんだったら可愛がらねえとも限らねえんだ、俺も。魚心あれば水心ってこともあるんだから。お気をつけて、どうも。あのあんま、おめえとそっくりだ。なんだと？ほら。おう！こっちだよ。わかったら。おい！あんま、ちょいともんどくれ。へい。あんま、さすが、ガルド。おい、こっちだよ。うん、ここだ、ここだ。よう、ありがとうございます。さ、こっちこっちこっち、ほら。はい、じゃあ、ちょっと、捕まらさせていただきます。嫌なこと言わんね、本当に。捕まるって言葉は俺は一番綺麗な言葉なんだよ。あの、ちょっと触らせていただきます。そうしてくれ。おめえさん、もしや座頭の一さんっていやしないかい。もしその野郎なら文句なんだ。俺3日前の話だよ。田子の貸元で刈谷の又五郎って親分家の若え衆を3人とか4人とか叩き切ったろ。おめえ、私はそれと間違えられてね、寸前のとこで叩き切られるとこだったよ。ほんとどうとんだ目に遭いましたね。まあ人間違えたと知れて助かったからいいようなもんの。もし私の命に万一のことでもあった日だ、世の中の人がどんなに悲しむか分かりゃしないんだ。そうでしょ。何とか言ったらどうだい。あらどうもひどい目に遭いましたね。なんだい、ひどい目に遭いましたね。そんなセリフがあるかい。すいませんねえとか、そりゃまあどうもご迷惑様でしたねとか、そういうふうに言えねえからね。そんなことは言えないの。言えなかったわけで、でもあの勇気がありませんね。間違えられたのはそちらさんの部下でございます。なんだとこの野郎。よくまたそう言えたもんだね、本当に。カッチョ、俺だよ、俺だよ。待てよ、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 待てよ。
どこまで行くんですか？いえ、あの、今の方行こうと思ってるんですけども。じゃあ、一緒に行きましょう。あ、そうですか、どうも。あの、どうせ、いいの、ご主人です。私も見習い帰るんです。ええ。少し遠回りになるけど、こっちから行きましょう。え、なんすか。橋が壊れてるから。え、そうすか、橋がこ。あら、どうもありがとうございました。そんなあったな、よければ。火事ですか。アジを焼いてるんです。悪い虫を焼いてるんです。へえ、悪い虫を。毎年この頃になると焼くんです。じゃあ悪い虫も気がついて締めにゃもうここでは来なくなっちゃいますね。焼いた灰は肥やしになるんです。肥やし、そんな悪い虫でも肥やしになるんですか？はい、肥やしになります。足元に気をつけてください。低くなってますから。目も見えねえのにしっかりした足取りだ。見えてるんだよ。目も見えねえで、お前危なくて道中がやってられるけ。およおお、また会ったな。あ、その声は狩屋様のとこのお身内衆のお方様でございますね。今朝方驚かしてすまなかったな。いいえ、どういたしまして。あ、会いましたよ、あの野郎に。ん？座頭市に。何あった？いい時半ばかり目にね。チェコ、あったよな、見たよな、お前見たな。うん。お身川の方行きやした。急いで行きゃ追いつくんじゃないですか。そうかい、ありがとうよ。お、おめさん、徳之助って申します。そうかい、世話になったな。お、この寺だ、遠慮なく入ってくれ。え、寺、あたしはやめとくよ。旗ごに泊まら。どうしてだい、せっかく来たんじゃねえかい。え、徳さん、俺は銭持ってんだよ。ただ銭なんてものはね、たちゃしねえんだよ。逆に持ってるだけじゃ、おめえたまには使ってやんなくちゃ腐っちまうわ。まだ俺ら疑ってんのかい。おめえの銭なんか一文だって貸せとは言わねえよ。え、お、それよりよ、ちょいとお前これに触ってみろ。え、うら、あ、鳥だ。だろ、これで今夜一杯やろうってんだよ。鳥と聞くとあれですよ。私は何だってこう。どうで俺は鳥が好きだってこと聞いてやって、こっちか。鳥でね、いっぱいやろうなんてこと言われるとね、止まらねえわけにはいきませんよ。とりあえずここへ止まるかね。いきなこと言うね。だから俺は徳さんと離れるの嫌なんだよな。遠慮なく入ってくれ。あ、はい、成功。お、もう一遍晒してくれ。晒してくれったら。そうかい。ほら、ほら、ここだよ。鳥、鳥だ。もっと逃がさねえぞ。足元危ねえぞ。はいよ。ほら、はい、はい、はい。だいぶ肩が遅れ出すってことでございますよ、お嬢さん。
戸籍はね、こんなに凝らしてちゃ。針を打ってあげましょう。針？あ、針はいけねえよ。阿弥陀さんに針は打っちゃいけねえって言われてんだよ。阿弥陀さんがそんなこと。最近はね、人の体ってのは壺がございましてね、この壺を間違えるって言ってはこれはえりえことになるんだけど、生きる壺と死ぬ壺がございますからね。死ぬ壺ってのはどこだい。死ぬ壺っていうのやすとね、ちょっとこうここと、これでございます。おい、生きるほどやってくんなよ。もちろんお嬢様、殺しちまったんじゃ世の中の方がお困りになるでしょ。生きる方へ今私が打ちますから、ちょっとお待ちください。おい、あんな、はい、せがれが引っかえるように来てくんねえかな。やるよ、ちょっと待ちください。ちょっとこう、いい方するよ。ちょっとご無理だたか。あれはね、おい、針入ってんのか。いい、これ以上こう揺れますって、このここはね、ちょっと難しいところ、これでね、おせがるさんきっと立派にお育ちになりますよ。いいな。来たか。私が言った通りおみくじ当たっただろ。やる一人かい、それとも。それがさ、そっくりなの連れてきたんだよ。はい、どうしたんだい。マチク食べれたぜ。そんないい玉がいたのかい。極上だな。てめえ肝を潰すね。あんな玉はざらにゃいねえ。そいつはありがた山だ。おい、こいつは大丈夫だろうな。返しとけよ。じゃあ、タクシーの。なじみかい。流し拾ってきたんだけどさ、なかなか。暑いんだよ。あ、まだ。はい。ご苦労だったね。いいですか、どうも。はい。私のあの裏からでも思ってからでも出させていただきます。じゃあこちら。いい。どうも。じゃあおじさん、どうも大事に。どうもありがとうございます。枕だったね。はい。ごめんなさい。アマさん。はい。お嬢さんがね、明日もやってもらいたいんだってよ。俺が狙った女でも男でも見逃したことはねえんだ。だからあいつ苦労してここへ連れ込んだんだぜ。250だったら確かなのか。
腹巻きにしまい込んだ気持ち実行、俺はこの目ではっきり見たんだ。それをよ、千両にして剣業の位を取るなんて言ってやがったが、そんな仲間をみすみす見逃したんじゃ罰が当たらで、俺の取り分は、女の口切りを込みで50両渡すぜ。おめが200両で俺が50両よく出すんじゃねえ。一子や二子のお布施で目の色変えてる生臭うしようが。じゃあこの話なしにしようか。俺は古く言ってんじゃねえんだ。話を聞いてるだけで、おめえみてえにそのたんびに腹立ったんじゃこれからの投げつけできねえじゃねえだろうが。そんなとこで何してんだよ。小判がザクザク出てくんじゃねえかと思ってよ。本当にこんなとこに埋まってんのか。埋まってんじゃねえんだ。これから埋めるんだ。埋める前に一本我慢しておくれよ。それより娘はどうなったんだ。証文と控えにすぐ身の代金渡してやってくれんだね。当たり前じゃないか、あなた。いや、ちょっと声かけてくるか。これはどうだい、深さ。おめえ横になってみな。縁起でもねえこと言うんじゃねえよ。どういうことになるのか。裸ならわかるんだよ。大変だよ。夜の入れ爪な気がしねえ。入れ爪、いや、私は入れ爪なんだもんね。よろしくございます。じゃあ脱いでみろ。はいはい、脱ぎゃわかるだろ。いいいい、かわいいです。じゃあ入れ爪くださいか。どうぞどうぞ、ご覧ください。これで済みますか。そんなもんだ、こっちはおりません。どうぞ、間違いじゃございませんか。すまねえ、人違いだ。やろと間違えられたな、これ。ああ、お嬢さん、私の足に一番大きい肉が挟まってるかい。ああ、一番大きいのが挟まってるよ。どれ、お嬢さんのは。うん、お前さんの目は、まるっきり見えないのかい。見えてるよ。見えなくて世の中が危なくて当たるかい。ちゃんと見えてるよ、私は。お嬢さんの顔だってね、私ちゃんと見えてんだから、言ってやろうか。目ん玉が二つでね、鼻が一つで、口が一つだろ。それで頭はげてら。ちょいと触らしとくれ。触ってんだよ。せんのに触らしとくれよ。うん、分かった分かった。ほら。触らしとくれったら早く。分かった、ほら。ほら、みんな、ツルツルだ。来たけど。うん、おい、すぐ見るかい。おう、見せてもらおうか。いえ、なんで人前で言っていいセロと悪いセロがあるで、本当に。悪かったよ。まあ、そう言わずに、これ飲んで待っててくれや。な。
心配するね。マシななりゃさしてやるで。ありがとうございます。玉はどうだった？ああ江戸の吉原持ち込みは相当いい値がつくだろうで。なんだってな、俺らの商売はいくらに売れるか、それが楽しみなんだよ。あ、そうかい。そりゃよかったね。で、いくらで手に入れたんだい？お、15両だ。これ、和尚から渡してくれ。あと任せるぜ。よし、来た。だってこんなに何もかもうまくいくとは思わなかったな。世間なんて家業は一道中に三四人の女を仕込んで消えらなきゃ割りがねえ。だからどうしてもまとまった金を握ってなきゃ商売にならねえんだよ。だからしょっちゅう金繰りに苦労するね。身の身の縁が欠けてたんでね、おめえのと取り替えてもらったよ。あなた私は欠けた茶碗が嫌いなのさ。縁起担ぐわけじゃないけどね。どうしたんだい？どうしたんだよ。こと刺身は初めてだね。これでおめえも気が楽になっただろう。お呼び出しな。これでいい。
まだもう帰っていいで。あのこの子は今夜うちさえ帰らせてもらえないんでございますか。当たり前だ。仲良いんじゃないよ。おばあさん、その十五郎ちゃんとしまって、夜道で危ねえぜ。はがない。てめえで減ってりゃ世話はねえや。見る目からこの野郎とは手切りてと思ってたんだ。これで俺もほっとして。ちょっと、なんで。この野郎の懐に35両。天下のご通報をやみやみと埋めちまうような俺じゃねえよ。大した男だ。どうだよ和尚、俺と一つ
手組まねえかい。おめえがそう言ってくれるんだな、俺に文句はねえよ。で、銭はいくらあるの？銭？銭って、こんな寺だよ。あれやしねえ。小さい声じゃ聞こえねえよ。俺の部屋の床下に30両ばかりあるの。まかでかい声だね。俺の持ってる銭270、おめえの30と合わせたら300だ。大きい仕事ができるよ。儲けは二人で二つ山だ。おー、俺と五分と五分で当たり前じゃねえ。まあさ、早く成仏させてやんなよ。そんなとこからやってちゃ日が暮れちまうな。荷上がりあたりからやってくね。荷上がりあたりからだってしばらくやってねえから。そんなことはどうだっていいんだ。こっちはもっと大きな山を狙ってるんだ。いい喉してるね。別れたいと思ってたんだよ。どうしたよ。せえ頭してるな。よっぽど風呂はきれいかい。3日前に入ったばっかりだよ。加減長いこと生きたんだろ。おめえも和尚と。一緒に行きな。
うしたい。死んだんだ、お寺の前で。誰かいたのか。あんまさんみたいな人が入ってった。あんま、うん、ありがとうよ。ねえや、15両だってそんなに安く売っちゃいけねえやな。おいちゃんが極楽に連れてってやるから、ちっとの間待ってな。30両なんてありゃしねえじゃねえか。あのクソ坊主、やっぱり俺をはめる気だったんだな。とんでもねえ野郎。とんでもねえ野郎にゃ、とんでもねえ野郎がついて回るものさ。あら、またとんでもねえ野郎が飛び出してきやがったな。てめえも居合で悪名を打った雑踏一、居合が勝つか針が勝つか一つ勝負をしてみるか。さん、あれ、その小屋、悪い虫も小屋子になるって教えてくれた娘さんだ。
前さんの肥やしにするんだぜ。私、一生懸命働いて、あんまさん、あの杖の代わりをしますから、一緒に連れてってください。俺なんぞの杖の代わりをしたしじゃ、地獄へ落ちる。ああ、お前さんは極楽へ行く人だよ。どこにあるんですか？そりゃ自分で探すのさ。じゃあな。16歳の母親、しかも4人の子持ち、まだ痛いけな細腕でよろべのない子を育てる少女の姿に、一羽神々しいものを感じた。
しかし少女は身を売ってまで幼い口を養った。それにつけ込むヤクザの牙一の怒りがついに爆発した。次回新里一にご期待ください。